皆様こんにちは、たびくまです。私は今マドリッドバラハス空港に到着しました。ここまでブリティッシュエアウェイズの A380 でヒースローから来たのですが、その動画も公開しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。今回はマドリッドに2泊するのですが、その2日目にマドリッドから高速列車で約30分、中世の城塞都市トレドにも行ってきました。そんなトレドとマドリッドの街歩きになります。皆様ぜひ最後までご覧ください。今回空港から市街地まで地下鉄を使いました。中心部の駅アトチャまで行くのですが、後から調べたら地下鉄よりスペインの国鉄レンフェだと直行で安く行けたので、今回の地下鉄はあまり参考にはしないでください。この動画では地下鉄の雰囲気だけでもお伝えできればと思います。はい、地下鉄降りてホテルの最寄り駅で降りました。地上に上がってきました。ちょっとホテルまで500メーターあるみたいですね。ちょっと歩きたいと思います。はい、地下鉄から歩いてきて、今日というかマドリッドで泊まる2泊する AC ホテル、マリオット系ですね。こちらに到着しました。チェックインします。マドリッド到着しまして、今回2泊するんですけれども、 AC ホテル、マリオット系の AC ホテルアトチャという駅前の AC ホテルに入りました。部屋の中はこんな感じですね。ダブルベッドがあって、その足元にソファーで、テーブルがあって、デスクとテレビがあります。こちらがちょっとなんか透けた感じになってますけども、シャワーブースなんですね。レインシャワーとハンドシャワーがある感じで、アメニティ類はこんな感じです。シンクがあって、こっち側はトイレですね。はい、とベッドルームがあって、こちらちょっと大きな窓になっているんですけれども、ちょっと今夜で分かりにくいですが、こうベランダみたいに出られるようになってますね。と明日お昼になったらまたカメラ回したいと思います。デスクの方にコーヒーマシンと、あと冷蔵庫、あわ、冷蔵庫はこれか、ミニバーが入ってますね。お水はこれ1本が多分ただでもらえるんだと思います。このクローゼットの中に、セキュリティボックスがありますね。あとこっちにポットと、やっぱ紙コップですね。今はバスローブと、珍しいですね、スリッパあります。今回スリッパあったのここが初めてですね。クローゼットも結構広い感じです。なかなかちょっと広くていい感じのお部屋にさせていただきました。以上、 AC ホテル、マドリッドアトチャからお送りしました。以上です。ありがとうございます。はい、おはようございます。AC ホテル、2日目の朝、ちょっと7階にお部屋もらってるんですけど、なんかこういうふうに離れまで行かないと上まで上がれないというちょっと変な構造になってまして、これから本館、いわゆる本館の方に朝食を取りに行きたいと思います。
はい、マドリッド2日目の朝、これからちょっと電車に乗って、ちょっと観光に行きたいと思います。これがホテルすぐ近くのアトチャ駅ですね。スペインの国営鉄道に乗って、特急に乗って移動しようと思います。13番線はどちら？でもこっちになんかあんのかな。とりあえず駅の列車なんとか乗り込みました。なんとかマドリッドのアトチャからトレド行きの電車が乗りました。なんか座席指定したけどちょっと分かんないんで適当に空いてるとこ座っちゃいます。途中停車駅がないんで、まあ、大丈夫なのかなって思ってます。マドリッドアトチャから電車で、特急で32分トレードに到着しました。こんな感じです。なんか駅舎がすごい、こんな感じ。トレドの高台の展望台、ミラドール、なんだっけ、なんとかバルまで、ちょっと上り坂っぽいんでタクシー使います。バスあったっぽいっすね。はい、トレドの駅からタクシーに乗って10分弱、そんなかかんなかったかな。ただ上り坂だったということでちょっとタクシー使ってきましたけども、トレドの街の全景が見える高台ミラドール・デル・バルジェというところにやってきました。下にですね、こういうふうに川があって結構高低差があるんですね。でこんな感じでトレド、まあ、昔のお城のことなんですけれども、これがそこが、全貌がというか全景がこうやって見ることが見えます。すごい絶景ですね。これはもうヨーロッパっぽい街並み、もうスペインのことって感じです。ちょっと歩いて、今度旧市街の方まで行ってみます。お昼にお腹が空いたんでちょっとトレドで
ファーストフードっぽいお店に適当に入って、イカリングと、焼き豚と、まあ、ポテトのセットになったもの、それとコーラとワインを頼みました。なんかパンもついてきました。はい、プレドの中心でちょっとランチをいただきまして、こんな感じのお店、ですね、パッと飛び込みで入ったんですが、めちゃめちゃ美味しくて、店内も綺麗ですごく良かったです。プレドの街中で結構お土産屋さんとかこういった刃物というかナイフが結構売ってるんですよね。なんか名産かなのかな。こういう生ハムのお店も結構たくさんありますね。はい、最後トレード観光の最後として、町へ続く駅の方から町の方へ続くアルカンタラ橋という上に来ています。結構こういうふうに、ヨーロッパ的な作り建物が目立つ橋になってまして、橋の外川はこんな感じですね。で、橋からこういったちょっと逆光ですけどトレドの旧市街の方が見える、そういったところになってます。はい、トレドの駅に戻ってきました。これからまた、マドリッドまで電車で帰りたいと思います。はい、トレドからマドリッドに戻ります。チケットがこんな感じで 13.9 ユーロ。はい、いらっしゃいます。チケットのチェックをしてこれから保安検査、荷物検査です。はい、じゃあ保安検査終わりました。この特急ですね、でこれで2号車13C、2号車乗ります。が3号車、これ2号車ですね。でシートはこんな感じ、ここだけなぜか、ボックスシートになってますね。La tripulación está a su disposición y en nombre de Renfe les desea un feliz viaje.はい、マドリッドの駅、マドリッドのアトチャ駅に到着しました。トレドからだいたい特急で、途中下車なしで、途中停車なしで30分ぐらいで到着です。地元のスーパーっていいですよね。なんかチーズと生ハム。
さて今回の動画はこの辺で失礼させていただきます。次回はマドリッド空港へ向かい、日本へ向け最初の搭乗イベリア航空でマドリッドからロンドンヒースローへ向かいます。イベリア航空ではビジネスクラスに搭乗しましたので、その辺もお楽しみにしていてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画へのコメント、高評価いただけると大変嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。